この奇妙な世界が何なのか、神王は一つの結論を得た。妖気玉物前が持つ神経が作り出した鏡の中の世界、それはかぐやの力をもってしても抜け出せない異空間だった。芝生たちはこの世界で他の英雄たちに襲われていた。神経の世界には空間だけでなく英雄たちの胸像も存在する。その襲撃は英雄たちの胸像によるものだったのだ。胸像に襲われている仲間は他にもいるだろう。危機を打ち払い真相を伝えなければ。英雄たちは二手に分かれ仲間の救援に向かう。一方、神経の世界の別の場所には状況がつかめぬままにさまよい歩く豊臣秀吉らの姿があった。違和感を放つ風景の中を延々と歩き続けた秀吉たちは初めて自分たち以外の人影を見出す。それは秀吉たちにとって最も親しい者たちだった。おっ、ありゃ三成じゃ。清正や正則もおるわ。それに孫作様も。よかった、私嬉しいです。じゃが何か妙な気もするの。あやつら手を振り返しても来んぞ。きっと私たちに気づいてないんだよ。早く行って無事を確かめないとね。ええ、私も早く孫作様に会いたいです。さあ、急ぎましょう。あいつらが見えたのは北の方じゃ。まずは行ってみんとの。孫作様、早くお会いしたいです。ねえお前様、あの砦にいるの義継じゃない？おお、ありゃまさしく義継じゃ。おい義継、門を開けてくれんか。秀吉様でしたか。承知しました、すぐに門を開きます。うひゃー、お見事にござりまする。伏兵、私たちを攻撃するなんて。何がどうなっとるんじゃ。とにかく応戦するしかないわ。あの義継が話も聞いてくれんとは。消えの術にでもかかっとったんか。あなたの大切な人が砦で待っていますぞ。私についてきてください。大切な人って、周遊様。わーい、周遊様、今行くね。消去、もう一人では危ないのに。待つんじゃ、わしらと離れちゃいかん。ここは何やら妙じゃ。嫌な予感がするわ。来てくれたんだね。すごいじゃない。いない。周遊様、どこにいるの。今だ、火を放て。嘘だったの、ひどい。
ったり笑っちゃったか。待っとれ、今助けじゃる。難儀をしておられる様子、威力ながら加勢しましょうぞ。おお、こりゃありがたい、助かった。ありがとう、助けに来てくれたんだね。お見事。助けに来てくれたの、ありがとう。油断してな、一気に押しつぶせ。ねえ、お前も敵じゃったんか。ここじゃ誰も信じちゃいかんのか。ひょえ、誰か助けてくれんか。ひょえ、誰か助けてくれんか。よかった、なんとか切り抜けられたわね。孫作と清正はあそこにいるようだ。孫作様、よかった、もうすぐお会いできるんですね。清正や正則ならわしらを責めたりせん。信じたいよ。大丈夫だよ、あの子たちいい子だもん。じゃが、もしかすると。何にせよ行って確認せんと。おっと、助けてくれるんか。すごいじゃない。お見事。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。会いたかったぜ。なあ、もっと近くに来てくれ。孫作様、よかった、ご無事で。今おそばに。待つんじゃ。なんか様子がおかしいわ。
えるものに惑わされてはいけません。お？彼らは、いえ、これは言葉も思いも届かない、ただの似姿です。やはりか。じゃあこっからは遠慮のをやらせてもらうわ。熱くなりすぎたか。来るな、チクショー。覚えてやる。孫作殿、遅れてすまない。ああ、こりゃどういうことだい。なんで孫作様と大凶様が戦ってるんだ。わからん。これは一体、ここは鏡の世界。孫作殿たちは賜物愛が作った鏡像なのです。孫作様の姿で騙すなんて、私絶対に許しません。ねえお前様、孫作たちが本人じゃないって気づいてたの？まあなんとなくじゃが、今の今まで確信は持てんかった。ここは賜物愛が持つ鏡の中の世界、そして彼らは心持たぬ鏡像です。詳しくは後ほどお話しします。まずは目の前の鏡像を倒しましょう。としたことが。くっ、次は気を引き締めていかないと。鏡像は全て倒せたようですね。しかし立ちが悪いの。親しい者の似姿相手じゃ戦いにくくていかん。鏡像とはいえ見た目は孫作様、それを傷つけて倒すのは辛かったです。お姉ちゃん、あー楽しかったっと。それにしても変な敵だったね。心がない、鏡像って言ったっけ。ええ、彼らは神鏡の中の存在、鏡の持ち主である賜物前の意志に従います。その賜物前という方は誰なんですか。私たちを騙すなんてひどすぎます。彼女は人の悲しみや怒りを糧とする魔性、遥か昔も人を騙し争わせていました。そしてその悪事ゆえ長く殺生石に封じられていたのです。封印が解けた原因ははっきりしません。そして彼女がなぜ神鏡を持っていたのかも。悲しみや怒りを糧とする魔性か。少し話が見えてきたわ。知ったもんの鏡像に襲われりゃ人は傷つく。その心を賜物前は食らっとるわけじゃな。ええ、さすがは秀吉殿、おっしゃる通りです。二手に分かれたかぐやたちもこのような目に遭っているかもしれませんね。あちらのことも心配です。急ぎ合流し今後の策を練りましょう。あー、たくさん悲鳴が聞けて楽しかった。
闘争の時。戦うしかないのでしょうか。なればこそその真意刃で問うべし。敵には上杉家の人々も見えます。謙信公はそれでも戦うおつもりですか。斬新斬馬、身内であれ敵すれば斬るのみ。私は雪村様の考えに従います。従いますけど、あてもなく逃げ回ってもあの親方様から逃げ切れるかどうか。くっ、分かった。この上は戦場で親方様の真意を問おう。たとえ刃をかわすことになっても。